あそこがパスカルが開けてくれた門みたいですね。あー、ここを開けてくれたパスカルたちに開けてもらうんだ。どうもディランです。ということで前回の続きからやってもらおうかなっていうので、門番ロボありがとう。はい、お願いします。どうやって開けんの？あ、旗振って、はい、了解って上の方で手を挙げて、おー、すげえな。パスカルどんだけ筋力持ってんだ。うん、ありがとう。見張りを続けますっていうか、お前見張りしたばっかだろ。続けますってさっきからやってましたみたいな。ああ、ここに繋がるの？へえ、なるほどね。いや、一回さ、ここちょっとうろちょろってしてた時にさ、何度ここってなったことあったんだけどさ、ここに繋がってたんだ。なるほどね。へえ、こんなとこに繋がってたのか。こっち側とか行けねえのか。なんもないのかな。まあ、いっか、とりあえず。で、この先行くと多分パスカルの村に続いてるんだよね。へえ、便利。パスカルすげえな。あれ？あ、こっちか。うわーし。なんかパスカルの村、安心するんだよな。なんかパスカルの村、いいとこだよな。ほんとに。よし。おっすー、戻ってきたぜー。その前にちょっとさ、買い物とかしようかな。なんか、ちょっとさすがにさ、アイテムとかもそうだし、ちょっと一回整理したいな。あ、違う、パスカルだ。一回ちょっと下行って、買い物しよう。じゃあ降りてー。よし、まあとりあえず、セーブしたから、パスカルに話そう。ちなみに回復だよね。40個くらい買いましたね。話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が。ああ、そういうことできるんだ。早いな。え、データを送信しないっていう選択肢あるの？ここまで来て。マジで？え、でも普通に見せようぜ。こういうことがあったんだ。うわす。あ、早っ早っ。便利。すげえな。あ、あるんだ。パスカルたちには攻撃してないんだ。あ、いいよ、全然全然。ありがとう、パスカル。ありがとう。お、ナイスがちゃんとありがとうって言った。一度レジスタンスキャンプに戻ろう。ナイスもちょっと心を許し始めてんのかな。まあ、レジスタンスキャンプに向かおうということで、まあ、レジスタンスキャンプにとりあえず戻るか、じゃあ。その前に、もし、あれだな。他にクエストがさ、ちょこちょこ溜まってるからさ、いろいろ写真とかもそうだけど、ちょっと行こうかな。とりあえずまずは写真から行こう。9S、なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？確かに。司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん。ごめんなさい。素直、9S。そういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃない。お、また待て待て。トゥビ、何それ？ありがとう。ちょ、お、ま、私たちの敵は機械生命体だから。おい、それを忘れて。お前ら、俺を目の前にしてイチャイチャすんなって。ね、ちょ、捕まえて。忙しいな、忙しいな。話させろ俺に。こちらトゥビー、問題ない。問題ない。俺は問題ありだけどな。今日花の画像データを見てたんですけど。はあ。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に。月の涙？何それ？これ髪飾りとかにしたらクールな 2B さんによく似合うと思うんだ。いや確かに、いや確かに、いやそれは、まあ、そう言わずに、それはやりたい。おしゃれは女子のたしなみです。いやそうだよ 2B、 ただでさえ可愛いんだから。あ、お願い、あげるよ。あとオペレーターちゃん、以上オペレーター6でした。いいよオペレーターちゃん、オペレーターちゃんいいよ。いやもうただでさえさ、9S、 9S は可愛くねえよバーカ。
まあ、たまに可愛いとこあるけどな、こいつ。ん？お前何やってんの？こんなとこでお前何やってんの？お前誰？どんな文明があったんだろうな、この場所には。そんだけか。なんかお前結構重要人物かなと思ったのに、せっかくこんな砂漠の中で見つけて。もう一人でいんの？かわいそうなやつだな、お前。じゃあな。ちょっとこれ砂嵐強すぎて、これ近づいてんのかわかんないんだけど、これ。これ近づいてなくね？なんかどうやって行くの？あ？なんかちょっと奥に進んでる気が。あ？こっち？こっち？あ、なんかある？お、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 来た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 ！いけたー。なんだったんだ。お、すげえ、こんなところあるんだ。お、なんか落ちてる。へぇー。お、すげえ、オアシスじゃん。え？あ、こんな。うわー、こんなところあったんだ。なんか砂漠の奥俺行けないと思ってたんだけど、ずっと。だってあんだけさ、ここ見覚えがありますね。あ、うん、この写真と同じ場所です。レジスタンス勝手に始めちゃったよ。座標を伝えましょう。まあとりあえずじゃあこの子回収してあげて、攻撃値 HP 回復に。攻撃値ってなんだよ。ちょ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 、待って、なんかすごいね、ここ。わ、水の中入れるんだ。あー、すげえ。あ、なんか落ちてる。なんだこれ。あー、人いんじゃん。おっす。え、誰？ヨルホブトイン？ちょっと、トゥビーに行ってんのか。こんにちは。え、それだけ？うっそ！うっそ！何やってんの、お前じゃ。あー、この前、鳥の群れがここに羽を休めに来たの。嵐の抜け道を知っているのかな？ここにいると時間がゆっくり流れている気がするの。あなたも余裕があるなら釣りでもしていったらどう？え？釣りなんてできるんですか？お、宝箱。わかねえやつ。え、ここで釣りできるんですか？マジで？あ、ほんとだ。釣りできる。よし。あの女の子が言ったからな。うわ、近。え、なんか釣れんのかな？来た来た来た、マジマジ。あ、釣れた。ヒット。お、なに、メダカ。メダカを取得した。メダカいるん、ここに。あ、こっちに行くとまた砂嵐が始まる。あー、でもほんと見えないね。うわ、すげえな、こんなところ。わかんねえよ、行き方。本当にぐるぐる回したらたまたま行けて、こっちから行けねえの？行けねえの？行けそうなのに。待て待て待て、今度はオアシスから出れねえぞ。よし、今度遊園地廃墟に来たぞ。写真はどこで撮ればいいんだろうな。あ、こいつは休憩ロボだ。いたな、そういえばこんなやつ。あれ？どっちだ？本当、どっから行けるんですかね、僕は。一回戻って、メインの方に行かなきゃダメか。メインの方に行くのどうやって行くんだっけ？あれ、俺どっから？あれ？やべ、わかんねえ。どっから行けばいいんだ、俺。あ、ここだ。こっちだ、こっちこっちこっち。こっちで、こっちのメインのここか。あー、こっちだね。の、どの辺だ？この辺か、ちょうど。もう本当にど真ん中だな。これで、よし。依頼されてた写真の位置座標は全部集まりました、ね。簡単だった。オッケー。よし、早速ね。どうしてこんな写真の場所が知りたいんでしょう。思い出だよ、思い出。そうだよ。その価値を決めるのは私たち。うわ、めっちゃいいこと言う、ツービー。うわ、今感動したわ。そうですね。
2B、マジ？うわ、もういいこと言うな。これ何？めっちゃいい花。あ、これ前見たな。ショップがある。C、大きな声を出すな。何か用か？なんで大きな声出しちゃダメなの？お？何これ？え、何これ？なんか使えるのかな？じゃあね。ありがとうよ！お前結構フランクなやつだな。よし、レジスタンスキャンプに戻ってきたぜ。ということで、まず写真を見せてあげよう。お？アクセスポイントからメール受信の連絡。あ、いや、先にちょっと写真を見せてあげよう。おっすー。砂漠の写真を渡した。あ、この写真は、気温が高くて大変だった時に見つけたんだっけ？一緒に、誰かいた気がするけど。あ、一気に全部渡さないんだ。遊園地の写真を渡した。この座標、遊園地の廃墟。ここは、一緒に遊んだ記憶、いや、もうよくお前さ、押してくんな、おい、でかいの。春日みたいな歩き方しやがってよ、毎回よ。一緒に遊んだ記憶がある。もう絶対誰かとの思い出じゃん。遊んだ？お前じゃないの？目の前の男。お前じゃない？もしかしたら。そんなことねえか。よし。最後、森の写真。森林エリアにある滝だったんだ。ここは、迷子になって迷い込んだ気がする。まあ、あそこは確かにめちゃめちゃ迷ったわ。どうやって行ったんだっけ？嘘だろ。もう、そこからじゃん。写真渡したところでもう、その記憶がねえじゃねえか。なんだ？全部、思い出した。嘘だろ。どうやって言ったのかもわかんないのに全部思い出したのか。見て思い出したの？お前触った時に全部思い出した。お前、矢神ライトか、お前。うわーって全部思い出した、お前。本当に？この写真は、私の恋人からのデータ。8年前の戦争。彼と私は、機械生命体に囲まれて、奥地に、なんて書いてあるの？これ奥地でいいの？もうまた漢字読めないの？もうほんとごめん。彼は死に、私も記憶を失った。これは、戦闘の中で、彼が最後に残してくれたメッセージ。ありがとう。思い出せてよかった。なるほどな。よかったな、でも本当に。いやー、彼がもう死ぬ直前にきっと思いついてこう、ちょっと押すなよ、でかいの。俺、見てたかんな、お前。ちょっと 9S のことポンと押し上がって、大切な 9S を。よかった、でも思い出せて。これ、少ないけど、お礼ね。いや、全然いいよ。そんなもうお礼なんてよ。よかったじゃん、思い出せて。いや、少なくねえよ。だいぶくれたな。ありがとう。写真が完了しました。私も死のうかと思ったけど、ああ、ダメだよ。いやーね、辛いと思うけど、生きてください。本当に。とにかく生きてください。このデータが私に生き残れっていうの。でも、彼のいない世界に何の意味があるの？まあそう思ってしまうよな。やっぱ大切な人をさ、失うとそう思ってしまうよな。うん。でもずっといるぞ。絶対に。一緒に絶対にいるから。生きてる意味って。いやもうそれはもうみんなわからんよ。行こう。9S。いやもうでも、最近メモを取るようにしてるんだ。書いておけば忘れても思い出せる。いやー、それはめっちゃいい考えだね。いやーもう、いやもうとにかく生きてくれ。とにかく生きてください。もう、辛くてね、死にたいって思ったのかもしれないけど、絶対ね、もう彼はそんなこと1ミリも思ってないから。とにかく生きてくれって絶対思ってるから。そう。で、時が来たら、彼のとこに行ってあげればいいんだよ。
実は彼らってあれだよ、もう盛大に迎え入れてくれるさ。はあ、疲れましたね。そうね。いや、ナインス、なんだかんだね、ナインスね、よく頑張ってると思うよ。少し休憩したらすぐに出るよ。はーい。なんか、ナインスの、この、弟感。せっこ感すげえな、ナインス。でも、俺は許さねえかな。お前、今日こそお前、あれだよ。まっちで寝ろよ、ちゃんと。2B と俺はこっちで寝るから。ナインス、お前あっちで寝ろよ。わかったか？わかったね。はい。じゃあ、おやすみ。じゃあな、ナインス。お、来んなって、お前。ここ、この棚を線にして来んな、お前は。絶対来んなよ、お前。わかったな。お前来んなよ。はい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 、入ったー。もういいや、もう。とにかく、お前あっちで寝ろよ。絶対あっちで寝ろよ。俺と 2B がここで寝るから。お前は絶対あっちで寝ろ。ちなみに、お前、イヤホン爆音にして寝ろよ。わかったな。聞こえないように何も。よし。セーブする。ゲームを続けます。はい。お前、はい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 。お前やったな、また。お前またそうやって、お前、ずっといたのか。なあ。ずっといたかも、もしくは、お前もう絶対 2B のおっぱい触ったじゃん、お前。最低。よし。とりあえず、アネモネ姉さんに話そう。アネモネ姉さん。あ、2B か。ちょうどいいところ。どういうことっすか？実は、我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、はい、近々補給に戻ってくる。おお、すごいね。へえ、そんなことやってるんだ。アシストする。君たちにもその護衛を願いたい。あ、もう全然。姉さんのためなら。ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、ほう、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいい。わかりました。はい。もちろん。夜派部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。いや、全然姉さんのためならやります、やります。全然バンカーなんて僕最近あれなんで、もう全く信用してないんで。え、なんで姉さんクエストって何？あ、ちょうどよかった。二人に頼みたいことがある。え、姉さん、ミサイルの後すぐまた違うこと頼もうとしてんすか？姉さん、そりゃもう姉さんのためならもう何でもします。はい、アネモネ姉さんのためなら、何でしょう。近々、森周辺の調査を再開する予定なのだが、その出張キャンプの設立に力を貸してほしい。我々では、キャンプ予定地にいる敵には歯が立たないんだ。そうなの？わかった。森周辺の敵を蹴散らせばいいのね。トゥービー簡単に言うな。本当に。あ、頼んだぞ。いや、わかりました。じゃあとりあえず、はい、行ってきます。仕事とはいえ、レジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。バカだな、ナイエス、お前。あるというか、なんというか。仕事に文句言わない。本当だよ。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務。そうだよ。それに、戦闘より雑用の方が安全。お、死ぬより死なない方がいい。いいこと言うね、トゥービーですね。そうだよ、お前。文句ばっか言いやがってよ、ナイエスよ。本当にお前、ちゃんとやれよ、お前。2B の前だからと、甘えんな、お前。本当に。エンゲルスー。来たぞー。あ、なんかエンゲルスそんな目チカチカ光ってたっけ？お、エンゲルス。俺らが動くとずっと見てくる。え、ずーっと見てくる。かわいいな、エンゲルス、お前。エンゲルス。いやー。この前はどうも。調子はどう？ぼちぼちという感じか。え、エンゲルス、お前ぼちぼちとか言って言葉を知ってんのか。変わった言葉。暇なので人類の記録を読んでいた。で、質問がある。お、何でも質問しろ、エンゲルス。質問？夜とは何か。夜。なあ、何でも質問しろっつったけど、実際夜って何って言われると、なんだろうな。とりあえず、みんなが、こう静かになって、まあ寝る時間かな。夜ってのは外も暗くなって、みんなが寝る時間かな。うん。
まあ、メンヘラは、起きてるかな。うん。夜？ああ、大昔にあった環境変化ですね。記録に残っています。今日は一日中太陽が出てますけど、昔は一日の半分は空が暗かったんですよ。バンカーから見る景色に似ていたそうです。そうなんだ。え？トゥビマジで夜知らんの？本当に？星、いつか見てみたいものだ。エンゲルスもいつでも見れるぞ。うん。エンゲルスだとお前頑張れば空飛べるべ。終わった。あ、また疲れちゃった。眠ることにするつ。エンゲルスお前やっぱ可愛いなお前。もう、本当に、なんか。なんだ？え？え？なんか今走ってなかったの？え？え？お、いるよな？なんだあいつ？は？あいつ何？え、あいつマジで何？え？あ、どこ行った？あ、いた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 。あいつなんだ？推奨。ボンド射撃により強制停止。ちょ、待て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 、なんだあいつ、なんだ、こいつ何？ちょ、待て待て待て。おぉ。おい、ちょっと待て待て。あ、いや、引いてる。ちょ。一発撃ったらひっくり返ったんだけど、なんだお前。エミール、え、なんで話せないの？え、おいおい、なんで話せねえんだお前。おい、どうだ、先にこいつら破壊した方がいい感じ。ちょっとじゃあ先にやるから、ちょっと待ってろ。あいつなんか前回さ、森に入ってさ、ほら城でさ、あの、入る前のあの、デパート、元々デパートって、なんて言ったか教えてあげよっか。俺もわからん。え？エミールっていうのはお前、特売日、セール。え？いたたたった。あなたたちは、先日の、この前は驚いて逃げてしまい、すみませんでした。いや。あの図はどう見てもこっち側が悪いから、うん、ごめんね逆に。なんかでもお前その格好マジでキモいんだけど、何やってんの？僕の名前はエミールと言います。見ての通りショップを営んでも、え、そうなん？ショップを営んでんのお前、これで移動式ってこと？すげえな。よければ何か買っていきますか？マジじゃん。しかもなんか すごい陽気な音楽。え、何これ。何これ、こんなん。すご全部でプラス3なんだけど。え、なんだこれ。挑発効果レベル3とか、オートアイテム。え、すごし、え、あ、死亡時に 15% の、ん？確率で HP を 30% 以上復活、そんなんの？そう。ジャスト回避後 2.5 秒間世界がスローになる。何それ、そんなん、何それ。衝撃波。取得経験値、取得経験値アップはいいなぁ。待って、でもさ、俺も3万 G しかなくてさ。エミール、ちょっと安くしてよ。なにこれ。どうしよっかな、ちょっと何買おうかな。このやっぱ 15% でアップするのか。でも、
ジャスト回避後 2.5 秒間世界がスローになる。これちょっと気になるから、ちょっとこれちょっと買ってみようかな。購入する。うわ、もう他買えなくなっちゃった。こんなあるんだ。すげえ、HP が 50% 以上の敵から攻撃を受けてもひるまないとかあるんだ。まあ、とりあえず、回避行動率アップか。やっぱ回避は必要だもんな。近距離。あ、でもクリティカル率アップとかもいいんだ。なるほどね。とりあえずいいかな。なんか売れるものもないしな、特に。大丈夫。またのご愛顧、お待ちしております。僕がどこに住んでるかですか？聞いてない。冷て。冷てえな、トゥビー、お前。地下の奥の、そのまた奥深くに暮らしています。説明したな、エミール。お前、トゥビーに蹴られるぞ、お前。いつでも遊びに来てくださいね。ありがとう、エミール。おい、お前結構明るい声してんだな。思ったより明るいな。俺が思ってたイメージ以上に明るかったわ。ありがとうございました。なんか親の手伝いしてる子供みたいな声してんな、お前。さっき買ったね。どれだっけな。このオーバークロック。ジャスト回避後 2.5 秒間世界がスローになるっていうね。ちょっと面白そうなね、チップだったからね。とりあえずこれつけたわ。よし。とりあえず、じゃあなんかその、なんだっけ、姉さんに、待って、こんなとこ登れたの？え？なにこれ？こんな鉄塔みたいなの登れたっけ？え？どこまで行くの？お、着いた。うわ、すげえ！これは絶対いいものじゃないか。こんなとこにあったんだぜ。絶対いいものでしょ。クロビオの師匠のやつだ。なんか、微妙にいいやつで反応困るわ。なんやさ、ま、ほんとにパンツしか見てねえんだな、お前。ほんとに最低だな、お前。でも、大きな商業施設を作るなんて、旧世界の人類は余裕があったんですね。いや、余裕。たくさんの商品を前に買い物できたら、楽しいでしょうね。まじ、それは楽しかった。私たちには必要ない。え？いや、そんなこともないですよ。本当だよ。機械生命体を殲滅させたら、僕たち兵士はやることがなくなります。そうしたら平和に暮らす日が。そうだよ。俺と一緒に平和に暮らすんだよ、トゥービー。平和になったら。おい、ちょ、待て。おいおいおい。待て、それ俺が買ってや。俺、いらないですか。ちょ、待て。いや、その日が来たら。いつか。え、トゥービー？本当ですか。ちょ、おいおい。何勝手にデートの約束してん？おい、ナイエス、お前なんか言え。おい、ナイエス、TB も、何勝手にデートの約束してんのよ。T シャツって、うわ。エッチだな。何が？ん？この辺か。この辺になんか作ろうとし、いるな。おすごい！いた、ちょ、待って、なんか、一応スローになってるけど、なんか、逆に普通にスローなのにダメージ食らっちゃう。あ、でもこうなるんだ。へぇ、すげえな。その、ちょうど避けたら、うわ、お前いた今。お前いた？いた！お前さ、この足ビリビリ、またいんのがいって、普通に吹っ飛ばされた。痛い、ちょっと。待て、やばい。やばい。ちょ、待て。なんでお前何なんだよ。よし、倒した。周辺の危機は排除しました。お疲れ様です。これでレジスタンスも、ここにキャンプが作れる。あー、間違えた、トゥビーだった。任務終了ですね。早く報告にしに行きましょう。よし。とりあえず行くか、じゃあ。お、何これ？
地背景にもあったやつじゃん。何これ。へえ、変わった花ですね。いや、一回見てる、一回見てる。おっ、オペレーターちゃんが言ってたやつじゃん。何何何、いつの間に。おい、エミール、この花、月の涙って言うんですね。それを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。どういうこと。なぜだかわかりませんが、お巨大なイノシシに何度も襲われたことや、巨大なイノシシ、体を壊されて、その度にいろんな部位を装着して試したりとか。お、何の話してんだエミール。壮絶ですね。お、それにこの花を見るとよくわからないことが見出されるんです。何を言ってるんだ。あたりがキュッとするような。濃い、あの、一つお願いが。何、ずっと喋んないミール、お前。もし、いいと言ってないぞ、まだ。咲いている場所を他にも見つけたら、あ、知ってる、一個。教えてください。遊園地廃墟。このよくわからない思い正体を知りたいんです。ああ、だから、お願いします。いや、早いな、お願いまでが。お前ずっとお前一人だよ。お前一人でずっと突っ走ってたぞ、お前、お願いまでが。いいですか、あの後の説明早いよ、お前。しかも、うんとか反応もしてないのに。まあいいよ、別に。うん。何これ。ありがとうございます。お、いや、全然。月の涙を見つけた時は、うん、この周波数に通信してください。あ、分かった。お願いします。え、いや、お前どこだっけ。この辺だよな、確か。あったあったあった、これ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 、これもそうでしょ。月の涙でしょ、これも。これは、はい、月の涙。エミールさんに知らせましょう。エミールさんって言ってるんだ、ナイエス。すごいな。はい、何でしょう。エミールに対して見つけました。場所はさん付け。そこにいてください。え、何何、今すぐ。そこにいろっていつまで。あ、お待たせしました。うわ、早っ早っ早っ。お前本当に早いな。何？そういえば、どうした？ここは何か思い出したの。ずっと昔、おう、この花を保護していた記憶が断片。保護していた。どういうこと？どんどん砂が侵食してきて、おう、花もどんどん砂が侵食してきて。そういえば、その頃から人を見かけなくなった。え、なんだそれ？人間を探してくれて。あ、全然、もともと見つけてたしな。場所を見つけたら、うん。え、まだあんのか？まだいっぱいあんの？ちょっと待ってよ、イメール。イメール？ここにいます。あら、お前今度は行かねえんだ、どこにも。こう、またブーンってどっか行くのかなと思ったけど、今度はどこにも行かないんだ。イメール。何も喋んねえ、こいつ。あんな喋ってたのに何も喋んねえじゃん、お前。うん、しか言わない。なに？うんってなんだよ。今度はなんかこの辺に月の涙が多分あるっぽいんだよね。どこだ？意外と見ないんだな。ぐるぐる回ったつもりだったんだけどさ、この辺も。一回もその月の涙ってやつ見なかったよ。びっくりした。なんかエミールがなんか来てる。なんかあったのかと思ったわ、今。ちょっと待って待って待って。俺ら、どこ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 ？あ、いた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 。俺らまだ月の涙見てるだけだから。ちょっと待って、月の涙知らない？月の涙、痛い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 。もうこの野郎、お前ら。いた。ちょっとあのね、これね、止まるのね、ちょっと逆にタイミングちょっと掴みづらいかもしんないですね、これね。ええ。あ、レベルアップした。逆にちょっとタイミングがわからん。え、こんなとこ行けたの？ここか。光ってんね。え、こんなとこ、あ、びっくりした。穴かと思った。こんなとこあったんだ。あったー、咲いてるー。これは月の涙ですね。またエミール。エミールさんに。いや、だから何すか、さん付けすんなんかちょっと面白いな、エミールに。エミール、あったぞ。何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。あ、いや、言ってないよ。まだ言ってないよ。お前、逆に知ってるん？そこにいろって。どうせすぐ来るんでしょ。お待たせしました。早いな、本当に。やっぱり早い。ああ、そうか。ここは昔エイリアンの銀魂の新八みたいな突っ込みしたな、ナイエス。地球を守るために必死になって戦いました。あ、そうなの？エミールさんが。エミール戦ってたの、もともと。守りたい大切なものがあったんだと
思います。まあだろうな。じゃなきゃ戦わないだろうな。それが何かはわからない。重要だな。重要そうだな。それ。してくれてありがとうございます。あ、まあ、全然いいよ。別の場所を見つけたら、うん。また教えてください。すぐ言う、すぐ言う。僕は、うん。もう少しここにいます。いや、さっきと同じこと言ってんなお前。なんでお前最初だけギューンって言って、今はずっとここにいるっていうの？お前その、うんは変わらないんだね。なんか結構回ったつもりだったんだけどさ、なんか見切れてないところたくさんあるんだね。お前ら。いやーお前らもう、だいぶもう、楽ちんになっちまったな。あんなに手こずってたのに。かわいいな、かわいくなっちまって本当に。どこだ？あ？あれ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 ？登れんのここ。え？なくね？ここだよな。え？え？あれ？ん？どこ？え？なくね？え？ここなんだけど。え？ここだよな。あれれ？ん？ここだよね。ちょっと待って。あ、これにあっちゃうな。マーカーにあっちゃう。ちょっと待って。マーカーを消したい。未だにも、あ、消した。俺、ここだよね。あれ？あ、こっち側じゃないのか。あ？え？もしかしてと思ってさ、一回何パート、何万、2パート目ぐらいだっけ？なんかさ、砂漠の方さ、ぐる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 回ってた時にさ、そういえばさ、なんか結構裏の方まで行ったなと思って、そっちの方ぐるって回ってみたの。そしたらさ、なんか結構さ、近づいてってる感じがするんだよね。もしかしてさ、この裏から行く感じだったのかな？いや、そりゃわかる。ほら、俺一回来たことあんだよね、ここに。宝箱も開けてるから。ここから行くのか、もしかして。え？あ！あ！ここ行けたんだ。待った。よいしょ。え、うっそ。うわ、最低、最低。待って、まだ、ま、諦めない。諦めない。諦めないで。諦めないで。マヤミキ、諦めないで。諦めな。ふざけんな。何度か落ちなきゃいけねえんだ。待って、ここ行けるよな。うん！行けないっぽいね。こっち側かな？なんかもうくるっくる回ってる。どこ行ってっかわかんない。あ、こっち来たことね。こっち側かもしれない。ん？そこは何もないのか。このまま奥進んでっていいのかな？え、あ、ん、ん？いや、いいのか。お、なんかそれっぽいとこに来てるな。そんな感じが、する。お、来たことないよね、俺は完全にここに。あ、宝箱！よし、こっちは開かないやつね。あ、こっちか！うわ！こっちっぽ！うわ、近づいてってる気がする。あっちじゃなくてこっちだったのか。あ、行ってんね。近づいてる、近づいてる。しかも、師匠のやつ手に入れたし。ん？なんだ？あ、これ普通にただ、あれだけか。深くなってるだけか。うわ、来たんじゃない来たんじゃない来たんじゃない、またまたまたって、慎重に。慎重にね。どこだ？え、待って。ん？待って、どこも行けない。うわ、こっから無駄にしたくない。え？あ、どこ？向こう側？向こう側行ってみる？行ってみるよ、向こう側。大丈夫？本当に平気？いけるよな。大丈夫だよな。これでいけなかったらマジで怖いんだけど。いや、こっちだよな。多分いけるよな。怖っ。本当に怖いんだけど。これで落ちないで。なんて。あっぶねえ。はぁ、シンプルに操作ミスった。あっぶねえ。待って、で、どこ？ん？え？え？ん？え、どこ？お花どこ？お花。月の涙どこ？え？で、こっから下降りたらだってさ。え？この上行けんの？え、待って、どうやって行くんだろう？
あそこに乗れそう。またあそこに乗るのかな。ほっ。行った。来た。嬉しい。絶対ここじゃん。うわ、あった。まあ、その前宝箱見つけたから。うわ、アスキスするぞ、アシャ。うわー、よかった。来たー。でも、エミール、さすがにここまで来るのはさ、あれなんじゃないの？時間かかるんじゃないの？エミールさんに知らせましょう。はい。マジ疲れた。何でしょう？月の涙を見つけ、今すぐ行きます。いや、嘘だろ？俺めっちゃ時間かかったよ。お待たせしました。うわ、お前。さすが、早いですね。早いどころじゃねえよ。ああ、そうか。俺の努力返せ。何があったんですか？エイリアンとの戦い。その戦況は日々悪化していきました。僕は戦闘に勝利するために自己増殖したんです。自己増殖？なんだそれ。どんどん増えて、たくさんの仲間が命を落としました。まあ戦争だからか。ずいぶん昔のことです。何歳なんだエミール。エミールさんっていつから生きてる？ちょっと似たような質問すんな。わかりません。戦うのに必要のない記憶だったから。探してくれてありがとうございます。なんかちょっと別の場所を見つけたらまた教えてください。なんかいろいろありそうだな。とど、うん、まるんだろ。ここにいます。はい、でしょうね。で、うん、よし、レジスタンスキャンプに戻ってきて、なんかね、そのエミールの花、いやエミールの花じゃねえや、なんだっけ、このお花がね、多分この先にあんのかな。多分そうじゃない。レジスタンスキャンプの奥、どこ、ここ、どうやって行くんだ。ん、あれ、こっちから行ったりする。俺間違えたかもしんないね。まあいいや、ちょっと先にちょっとレジスタンスキャンプの、これアネモネ姉さんのね、お願いをき、やったあげたかな、キャンプをね。はい、ありがとう。夢たちのおかげで森にキャンプを張ることができた。また何かあったらよろしく頼む。お、なんか微妙っすね。ん？それにしてもやはり夜派部隊は強いな。我々レジスタンスは格が違う。いや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 、そんなことないですよ。まあ僕たちは夜派の最新型ですからね。A2 のような旧型とは、 A2 の名前出した。何？ A2？ アタッカー2号？え？アネモネ姉さんなんか A2 のこと知ってんの？何か、間違えた。何か心当たりでもあるの？いや。なんだ、姉さん。すまないが。も、もう一つ頼みを聞いてくれないか。その旧型ヨルハ A2 の情報が何かあれば私に教えてほしい。なんで？僕たちも A2 の情報は必要ですが、どうしてですか？確かめたいことがあるんだ。なんだ、アネモネの過去。うわ、気になる。気になるけど、先にお花探してきます。